よ。もし紙幣印象石黒秀夫です。今日はですね、ウルトラレプリカオーブリングの開封動画です。ぜひご覧ください。さあ、ちょっとごめんね白菜ちゃん、ごめんね、届くよ、ごめんね。で早速開けていきたいと思います。いいんですよね、もう開けちゃってね、これね。これね、じゃあ、いや俺初めて見ましたよこれ。お、めっちゃかっこいい。あ、横にほら歴代の戦士たちがいる。ほらお借りしてた面々が、ほらこれかっこいい。うわー、これめっちゃいいじゃん。もうすぐ開けられるの？よいしょ。きれいきれいきれい、見て見て、めっちゃきれい。すごいいい感じ。あ、ここの、ちょっと待ってね、ちょっと待って、興奮してもうすぐ言っちゃう感じになってるけど、雰囲気変わったわ。あ、もうこれこうやって開けるんだ。あ、ここに説明書があります。説明書、はい、説明書なくても僕はね、もう元々もう僕のオーブリングですから、うん、見なくても大丈夫です。違う違う、慎重に開けたいね。よいしょ。これちょっとこう見せとこうとかね、せっかくもったいないからちょっと見せとこう。こうやってかっこいいよね。うわっ、ちょっと変わった。あ、ここ広くなった。うわ、グリップ力変わってる。いやちょっとね、なんて言って、いやごめんね、これ勝手な俺の、もう持った瞬間に言った。本当はもうちょいここ狭かったんですよ、前まで狭かったんですけど、小指がこんぐらいになっちゃってた、狭くて。もう今全部ちゃんと置ける。俺結構手ちっちゃめなんだけど、ちゃんと全部手を置ける。これいける、ちょっと待って。あ、いけるいけるいける。ああ、前より、あー、おー、めっちゃ変わったわ、グリップ力。ちょっと待ってね、これ前のやつです、これ前のやつ。ここの照明の、あ、本当にやっぱ大きさが違うわ、全然グレードアップしたね、かなり。うん、精巧に作られてる、めっちゃいいな。前のだとほら、これ前のわかる、ほら指がもう詰まってるでしょ。この中こうやってピッてやってたんですよ。あー、これ懐かしい。うん、この感じだった、この感じだった。重心変わったなー、そう思うと。おお、あ、こっちの方がやっぱいいわ。おお、これ早速電気じゃない、ちょっと電池入れてみようか。え、あ、できた、きた、はまった。あ、光んないじゃん、光んないじゃん。あ、オンにしないといけないんだ。そう、なんか電源オンにしろって書いてあった。見ない、大丈夫。あ、これだ。俺の名はガイ。くれないガイ。びっくりした。自分の声が入ってきた。
びっくりした。大丈夫で言わなくて分かってるから俺だったよ。おお。ああ落ちちゃった。ダダイが落ちて。めちゃめちゃグリップ力上がってるなマジで。いやこれ大事なんですよ。あのね、僕の変身アイテムって他のやつと違ってこう振りかぶるんですね。結構こう振りかぶったりこういうやつはあるんですけど、びっくりした、多いんですけど、こう前に突き出すっていう時にこのアイテムがこう倒れちゃったりするんですけど、僕はなるべくこう足からの重心で、今座ってるけど足からの重心をちゃんと作って計算した上でタッって止めるんですけど、まあ今座っててもできるけど、まあ、感性の法則でちゃんと計算した上でいつも一発で決めてて、いやでもかなりもうグリップ力上がってるからもう重心とかいらないね。大の大人でもちゃんと握れるようになってる。そこにまず俺は感動した。じゃあ早速カードも見ていきたいと思います。おー懐かしい。わわわわわわ、あ、新しいウルトラマンさんたちもいっぱいいるわ。こっからっすね、僕たちが、僕がやらなかったカード。ジードから、ルーブ、ほら、一番新しいやつまで。わー、嬉しい。ちなみにこれスキャン、とりあえずすげえ興奮してる。めちゃめちゃ興奮してる。え、どうしよう。じゃあ何から行く？じゃあもうお決まりの、これから行きたいと思います。ウルトラマンさん全部言ってくれた。ティガさん、光の力お返しします。懐かしい。なんかこう同窓会で会った時と同じ気持ちになっちゃって今なんかもう6年ぶりになんか会ってちょっと今感動しちゃった。あー感動するわ。いや本当はねこう自分で言いたかったんだけど僕の声が入ってるからそれに合わせないといけないみたいなところ。これでいけるの？あ、ダメなんだ。一回じゃあこれはバーンマイトはダメだ。太郎さん、おーい。ドラマの時の声まで収録してるので、太郎さん、どうやったら使うんですかこれ。大丈夫。ボタンがサイドにあって下が BGM かな、 BGM かな、あ、ほらこれ BGM が流れるっていう、これ今までなかったよね。うわすごい。あ、これこれめっちゃもうね、これ流れた瞬間かなりいいんですよ。そうそうそう、お前さんたち何してんだっつってね、そうしたらもうみんなガーッさー。あ、ちょっと待って待って、懐かしい。これが一番有名かな、紅ガイといえば。これ戦った時だ。ガイさん頑張れってこれやってたな、ショーで。みんな俺に力をくれってみんなガイさん
すごかったよ本当に。今はねコロナで全然イベントとかできないけど、俺がちょうどイベントだった時期はもう本当に子供たちから大人までもうみんな声出せーっつって、もうそこの場所がもう地鳴りになるぐらい、ガイさん頑張れーっつって、こういう音楽流れて、次セリフ聞こうか。次僕の声が入ってて僕のセリフ遊びができるみたいです。もちろんあの僕去年このこれが出るにあたって収録させていただきましたんで、オリジナルの収録もありますし、あとシークレットボイスもございます。なのでこれを手にした人はそのシークレットボイス聞けると思います。多分シークレットボイス一番最後だと思う。おい、ゆいちゃんたち早く逃げろ悪魔の数が来るおい兄ちゃんたち早く逃げろ、悪魔の風が来る。懐かしいね。風の魔王獣マガバッサーか。風の魔王獣マガバッサーか。あー若いね、これが6年前ですね。はい、ということで、セリフはまだまだあるんですよ。なのでお手にした人だけめちゃくちゃありますセリフで、僕が入れたシークレットボイスもございますんで、もう本当に手にした人楽しんでください。ありがとうございますちょっと待ってね。じゃあちょっと一つ新しいウルトラマンさんたちとあのフュージョンアップしたいと思います。じゃあどうしようかな、 Z とトリガーでいきますか。 Z とトリガーいけるのかな。お借りします。すげえ、フュージョンアップしたよ。何にしがフュージョンアップせずじゃあ分かった方でバーン巻いていきます。はい、もう一回いきます。太郎さん、誰だっけメビウスさん、メビウス熱いやつ頼みます。バーンメイトいいね、最高だね、ありがとうございます。いやー嬉しいな、なんかなこんなにいいものができると思わなかった。え、何これ、これ無理無理よ、ダメだびっくりした。今こっちだよ俺がやりたいのは。びっくりした、いやもう本当になんかこっち闇の時年とかしてやめてほんまに、ダメダメダメ。まあでも6年の時を経てこんなに長く愛されてるウルトラマン、そして僕のウルトラマンオーブ、まあ50周年という節目ではあるんですけども、やっぱり日本だけじゃなく中国そして他の国の方々にもこれだけ人気があるのは本当に嬉しいです。いや未だにやっぱり皆さんのおかげでこのオーブという作品、そしてオーブリング、そして紅ガイというキャラクターが人気あったのは確かだと思います。その中でも僕を愛してくださってありがとう。これからも僕は、まあ、石黒秀夫もあるしでもあるし、紅ガイというもう一つの人物を心の中に刻んで、
これからも生きていきたいと思いますし、中国のファンの皆さんにも本当はねビリビリの動画を通してじゃなく直接お会いして感謝の気持ちを伝えたいんですけど、まあ、それ待ってください。コロナ明けたら絶対に会いに行くんで、いつもありがとうございます。皆さんとまた、僕の活動継続のためにチャンネル登録と高評価、ぜひ皆さんの力お借りします。